王外先生、全ての忌まわしいものの形をあからさまに照らす日の光が次第に薄らいで色と響きと匂いのみ浮き立つ黄昏の来るのを待って先生は社会という窮屈な部屋をいで科学という鉄の門を後にして決してつまずいたことのない極めて規則正しい管轄な歩調で 一人静かに芸術の庭を散歩する。芸術の庭は実に広く薄暗く隅々まではよく見えないいろいろな花が咲いているけれどまだ誰も見たことのない花がどれだけ暗い影の中に咲いているかわからない先生はシュシュな太古の人物の彫り付けてあるちょうどギリシャの サルコファージュのような冷たい石の腰掛けに腰を下ろしていつも若々しい目で誰も知らない定中の花をば残らず眺めようとしてすでにその大方は眺め尽くしてしまった時々は科学者の態度で摘み取った花の花弁から芯までを思惟に調べることもあるが時々は少女よりも 優しい心でうっとりとその香りに酔うこともある先生は自分の気に入った花の姿をば絵に写して折々土塀の外にいる人に見せてやった塀の外にいる老人または先生と同じ頃の年の人には何のことだかわからなかったがしかし好奇心の燃えている若い人たちは 初めて土塀の中にはあんな美しい花が咲いていたのかと心づいて一生懸命に入り口を見つけて花園の中に入ってきたしかし先生の腰をかけている石の腰掛けのある近辺までは道が遠いばかりでなく道の曲がり具合が分かりにくいので誰も生きうるものはない若い者どもは ひとたびすでに先生が歩みながら見飽きてしまった道端の花を眺めて「あれがいいのこれが美しいの」とわいわい騒いでいる先生はその声をかすかに聞いて一人で微笑んだそこで遠くからみんなの知らない変わった花をとってはふいと投げて見せたわいわい言っている一同は 投げられた花を手に取ってみたをてにっが塀の外にいた以前のようないとけない愛らしい心がなくなって俺も今では庭を歩いている男だと高ぶっているからこの知らぬ花を知らないものと思うのが嫌なのでこんなものはしようがない俺たちには不必要だと罵った中にはこんなことを言うものがある。 先生はただ花を見て楽しむ人だ。我々は汗を流して花を作ろうとしている人だ。あんなのんきな男は仲間に入れぬ方がよい。先生は遠くからこの声を聞いて再び面白そうに笑う。時々はわざとからかうつもりでしぼれかかった花ぞを投げてやることがある。 先生はいつも一,人である一緒に歩こうとしても足の進みが早いのでつい先へ先へと一人になってしまうのだ。競争というような熱のある興味は先生の味わうとしてもついに味わえないところであろう。自分は先生の後ろ姿をはるかに望む時時代より 優れすぎた人の寂しさということを想像せずにはいられない